ロシアとイギリスで威嚇射撃の事案が発生。今回、この事案を詳しく見ていきます。ごく東ばかりに気を取られていたら、反対側ではそんなことが起きていたんですね。ロシアは今、軍事的な活動を活発化していますし、イギリスもまた対中政策でも動いているので、政治的な側面も見て取れます。2021年6月23日、クリミア半島沖の黒海を航行中だったイギリス海軍の駆逐艦、ディフェンダーをめぐり、イギリスとロシアの見解の相違が報じられ、注目を集めている。ディフェンダーは、イギリス海軍の045型デアリング級ミサイル駆逐艦の5番艦であり、前月の5月に母港ポーツマスを出港し、極東に向かった航空母艦、クイーン・エリザベスに随伴中だった。ディフェンダーは、2013年に就役、基準排水量5800トン、満載排水量7350トン、全長 152.4 メートル、全幅 21.2 メートルで、米、仏、異共同開発のパムスと呼ばれるシステムを搭載し、艦隊防空を担う艦だ。今回、ロシア側は、このディフェンダーが、自国の領海の侵犯行為に及んだとして、監視に当たっていた、国境警備局の艦艇並びに、戦闘機からの威嚇のための、警告射撃と爆撃を行ったと発表した。ロシア側は、この時の映像を公開しており、インターネット上でもそれを見ることはできるが、そこには、警告射撃や爆撃を実施した内容は含まれておらず、海上を航行する艦影が確認できるにとまる。こうしたロシア側からの指摘を受けた、イギリス側ではあるが、ディフェンダーは、国際法に準じて、ウクライナの領海を航行したものと述べ、警告射撃や爆撃の発生については認めていない。それどころか、イギリス側の見解では、そうした射撃や爆撃は、事前に知らされていた、ロシア軍の軍事演習によるものとの認識を示し、ディフェンダーに向けられた行為だとはみなしていないのだ。こうした攻撃を実施した側であるはずのロシアの発表を、なぜ攻撃を受けたはずのイギリス側が否定しているのかといえば、そこには、両国の政治的な立ち位置の違いがある、ためだと考えられている。ロシアは、今回のディフェンダーが航行した海域は、自国の領海に該当するため、領海侵犯だと主張しているわけだが、イギリスは、同海域を、ウクライナの領海とみなしており、前提条件が、すでに異なっている。イギリスとしては、ウクライナの領海内を国際法で認められた、無害通行権を行使して航行したとの立場を表明しており、ロシア側の自国領を盾にした領海侵犯という、主張の根拠を否定しているのだろう。旗から見れば、攻撃を仕掛けてきたロシア側の、抗戦的な態度こそが、大きな問題だと、世界にアピールしても良さそうに思えるのだが、攻撃を認めないことで、ロシア領との主張そのものを無視する判断だと言える。興味深いのは、この時、ディフェンダーには、イギリス国営放送の BBC の記者が、取材のために乗艦しており、この記者によれば、国境警備局の艦艇2隻と20機を超す航空機が接近してきていたという。こうした BBC 記者の証言からは、ロシア側が艦艇や航空機をディフェンダーを威嚇するために近づけたのが事実だと思われるのだが、あくまでイギリス政府は前述の立場を崩していない。日本にしてみれば、比較的に馴染みの薄い感もあるクリミア問題だが、イギリスをはじめとするヨーロッパの西側諸国では、かつての旧ソ連時代の覇権主義を今のロシアが復活させたものだと危惧されている。ことの起こりは2014年、国際的には、ウクライナの領土とされていた、クリミア半島のクリミア共和国、及び、セバストポリ特別市を、表面的には、住民投票や条約締結という、手法で、ロシアが併合を強行したことに遡る。当事者のウクライナをはじめ、
国連加盟国の大多数は、イギリスと同じく、ロシアによるクリミア併合を承認しない立場を表明しており、日本も同様だが、今日に至るまで、ロシアの実効支配が継続されている。アメリカは、当時のオバマ政権も、当然、ロシアのクリミア併合を承認しない立場であり、後を引き継いだトランプ政権も同様だが、現バイデン政権が、どこまで、この路線を引き継ぐのかは、未だ判然としない。中国は、アメリカ主導のロシアへの制裁措置に賛同しない動きを見せており、積極的なロシア支持を打ち出すまでには至っていないが、中国共産党の機関紙、人民日報系の環球時報は、ロシア擁護の記事を掲載していた。興味深いのは、アメリカとロシアのどちらの陣営側に組みするのかが不鮮明な点も多いトルコの態度で、クリミア併合に関しては、ロシアの行動を承認しない立場であることを表明している。また、第三国として、兵器の輸入等では、ロシアと結びつきの強いインドは、ロシアの制裁には参加せず、ロシアのプーチン大統領にも、あくまで、インドは、中立的立場であると述べるに止まっている。ロシアのクリミア併合が意味しているのは、国際的な世論の多数が、ロシアの行動に反対を表明していようとも、何ら実質的なクリミアの解放につながっていないという、危険な現実だろう。これは、中国が推し進めている、南シナ海の領有権の拡大や、台湾併合に向けた追い風になりかねないと思われ、そこに至れば、日本も、尖閣諸島などで、対岸の火事でいられなくなる、可能性が高まると思われる。